ソ連邦元帥はソビエト連邦における軍人の階級の最高位である。定義上はこの階級のさらに上位にある大元帥があるが、これはヨシフ・スターリンが自らのために創設し、彼一人が保持した階級である。ソ連邦元帥は1935年に創設されて1991年に廃止された。この間に41人がこの階級に登った。 ソ連海軍におけるこれと同等の階級はソ連邦海軍元帥である。最初のソ連邦元トゥハチェフスキー、ボロシーロフ、エゴロフ、ブジョーンヌイ、ブルヘルソ連邦元帥の階級は1935年9月22日、ソ連の内閣に相当する人民委員会議が下した決定により創設された。11月20日、この階級が5人に与えられた。 国防人民委員であり、古参のボルシェビキであるクリメント、ボロシーロフ、赤軍参謀総長、アレクサンドル・エゴロフ、そして3人の古参の将官、バシーリー・ブリュヘル、セミオン・ブジョーン・ヌイ、ミハイル・トゥハチェフスキーである。これら5人のうち、ブリュヘル、トゥハチェフスキー、エゴロフの3人は、スターリンの大粛清の間に逮捕、処刑された。 1940年5月7日には新たに3名が任命された。ボリス・シャポシニコフ、グリゴリー・クリーク、そして国防人民委員のセミョン・チモシェンコである。1935年、在来の士官階級が改正されたにもかかわらず、赤軍における将官の階級は1940年までは導入されなかった。1935年の新たな階級制度では、 将軍クラスの陸軍指揮官は、海から旅団長、師団長、軍団長、二等軍司令官、一等軍司令官の5階級が存在した。ソ連邦元帥は一等軍司令官のさらに上位の階級として位置づけられたが、一等軍司令官ですら他軍種において相当したのは、海軍の一等艦隊機関指揮官及び政治委員の一等軍政治委員。 内務人民委員部の一等国家保安委員のみであった。つまり、ソ連邦元帥の階級はとりわけ栄誉あるものとして別に扱われていたということである。英語版ロシア軍の階級の歴史及びソビエト連邦軍の階級も参照のこと。第二次大戦中にチモシェンコと部長運類は解任され、クリークは無能の角で高騰され、代わって功績を上げた幾人かの軍人に、 ソ連邦元帥の階級が与えられた。そうした人々の中には、ゲオリデー・ジューコフ、アレクサンドル・バシレフスキー、イワン・コーネフ、コンスタンチンド・ドコソフスキーがいる。1943年には、スターリンは自らをソ連邦元帥に助し、さらに1945年には、彼の秘密警察長官ラブレンチー・ベリアをも任命した。この種の政治的元帥には、 1947年、ニコライ・ブルガニンが加わった。第二次大戦後、1950年に、クリークが処刑され、さらに、スターリンの死とそれに続く粛清で1953年には、ベリアが処刑された。それ以後、ソ連邦元帥の階級は、レオニード・ブレジネフという例外を除いては、職業軍人にのみ与えられた。 ソ連邦元帥の階級を保持した最後の軍人は、1990年に任命されたドミトリー・ヤゾフである。ヤゾフは1991年、当時のミハイル・ゴルバチョフ政権に対するクーデターに加わったことで収監されている。同じく、ソ連邦最末期のソ連邦元帥であった、セルゲイ・アフロメーエフ元参謀総長は、クーデターの失敗に際して自殺した。 1991年12月、ソビート連邦崩壊に伴って、ソ連邦減帥の階級は廃止された。この階級は現在では、ロシア連邦減帥に継承されている。この階級を保持する唯一の軍人は、1997年から2001年まで国防省を務め、その後、ブラジーミル・プーチン大統領の安全保障補佐官に就任したイーゴリ・セルゲイエフだけである。 戦争のソ連邦減衰セミオンチモシェンこそ連邦減衰は以下の3つの世代軍に分けることができる。第二次大戦後のソ連邦減衰は政治将校であったブレジネフを除けば皆第二次大戦中の将校であった。戦争終結時に招待指揮官であったヤゾフなどは1945年にようやく20歳になっている。しかしながら 冷戦期のアメリカ軍の高級指揮官たちと異なり、歴代のソ連邦元帥たちは1945年以降に大きな実戦を指揮した経験がない。ソ連の軍事指導者に第二次大戦の経験者たちがいつまでも残り続けたことは、後年のソビエトにおける軍事的能力の衰弱の要因の一つであった。ソ連邦元帥の階級賞は、制定当初はエディンと袖賞で表されたが、 1943年にソ連軍の階級賞が検証に改められるとともに、近似に銀色の大きな合格性、その上に国章を廃した階級賞が定められた。後者の階級賞のデザインはロシア連邦元帥の階級賞に引き継がれ、また他の社会主義国の階級賞にも影響を与えた。1945年1コフトロコソフスキー。ありがとうございます。